コペンハーゲンの海戦は1801年4月2日にデンマークのコペンハーゲン近くに停泊していたデンマーク海軍の艦船軍と英国艦隊が戦った海戦。もともとデンマークの海軍力がフランスに合力することをイギリスは警戒しており、これに双方の外交上の行き違いが重なって戦闘が発生した。英国海軍は 艦船の喪失なしでデンマーク艦船15隻を破壊、捕獲して対象した。開戦後に改めて交渉が行われた。デンマークは安易に武装中立同盟を離脱してイギリスに組みすればロシア皇帝パーベルを刺激することになると警戒していたが皇帝の死を知らされロシアの報復を恐れる必要がなくなったためイギリス側の条件に同意した。この戦いは 1800年の後半から翌年初めにかけてのフランス革命戦争に関わるいくつかの外交的失敗の結果だった。フランスに対してイギリスが持っている優位はまずその海軍力であったので、イギリス海軍はフランス港に出入りしている中立国の船を臨検し、それらがフランスと取引していると考えられる場合にはその貨物を押収した。 強心的なロシア皇帝パーベルは、イギリスの同盟国であったにもかかわらず、スカンディナビア、プロイセンとロシアからなる武装中立同盟を組織し、フランスとの間で自由貿易を行った。イギリスにとって、この同盟はフランスを大きく利するものであり、深刻な脅威であった。同盟は、イギリスの言っているフランスの封鎖に敵対するものであり、スカンディナビアからフランスへの材木と、 海軍軍需品の供給を意味していた。1801年初め、イギリス政府は同盟を解散させることを目的として、グレート・ヤーマスで艦隊を編成した。イギリスとしては、バルト海の氷が溶け、クロンシュタットとレバルから、ロシア艦隊が行動できるようになる前に行動を起こす必要があった。もし、ロシア艦隊がスウェーデンやデンマーク・ノルウェーの艦隊と合流したら、 その連合艦隊は最高123隻の戦列艦を有する恐るべき脅威となるはずだった。イギリス艦隊はハイド・パーカー提督と副将としてネルソン教が指揮していたが、ネルソンはエマ・ハミルトンとの関係に気を取られて低調な時期であり、一方この時61歳だったパーカーは18歳の若妻を目取ったばかりでグレート・ヤーマスから出航するのを渋っていた。 ネルソンから友人であり、海軍本部の委員でもあるトーマストラウブリッジ、艦長に宛てた手紙によれば、海軍大臣セント・ビンセント卿からの個人的なメモによって、ようやく3月12日に艦隊が、ヤーマスから出航することになったとのことである。パーカーに下された命令は、コッペンハーゲンに赴き、有効的な合意か、さもなければ、具体的な実力行使によって、 デンマークを同盟から脱退させることだった。そして、それがなった暁には地帯なく、レバルト・クローンシュタットのロシア艦隊を叩くことになっていた。イギリス艦隊は3月19日にスカーアイエンに到着したが、そこでイギリスの外交官からデンマークが最後通告を拒絶したことを告げられた。海軍本部から 必要なら力によってでも同盟を破棄させようと命じられていたにもかかわらず、パーカーは用心深い性格だったため、行動は緩やかだった。パーカーは危険な艦隊の合流が実現しないよう、バルト海を封鎖することを考えていたが、ネルソンはお互いに敵対しているデンマークとスウェーデンを無視して、一気にバルト海に攻め込み、ロシアと戦うことを望んでいた。 結局、ネルソンは、サーハイドを説得して、コッペンハーゲン沖に集結しつつある、デンマーク艦隊を攻撃することを認めさせた。スウェーデンのカールスクルーナから、デンマーク艦隊の支援にやってくる、はずの艦隊は、逆風のため到着できないと考えられた。また、プロイセンの海軍は、極めて小規模であって、援助の役には立たなかった。3月30日、イギリス艦隊は、 デンマークとスウェーデンの間の狭い海峡を通り抜け、デンマークの方からできるだけ距離をとって、スウェーデンの海岸近くに進んだ。幸いなことに、スウェーデンの砲台は沈黙したままだった。パーカーの行動の遅れによって、デンマーク艦隊は有利な位置を占めており、攻撃は困難であった。デンマーク艦の多くは、航海に適しておらず、航海不能な古い尖閣と一緒に岸に沿って、 固定されていたが、まだ甘党の東海岸沖、市街地の全面の王の水路の浮き放題として、強大な火力を有していた。その列の北端には68門の方を持つ、トロクレな要塞があった。要塞の北、コペンハーゲン港の入り口には、2隻の戦列艦と1隻の大型フリゲート及び2隻のブリックが装備を完了して待機しており、他に2つの浮き放題もあった。 陸上砲台は、デンマーク艦の戦列と陸岸の間の海面ばかりか、さらにその先、入り口の水路を訳している中央の大きなサス、ミッテルグルンドまでをカバーしていた。イギリス艦隊には信頼できる海図も、水先案内人もなかったため、トマス・ハーデ艦長は3月31日の夜間の、ほとんどを費やして促進し、デンマーク艦隊までの経路を調査した。しかし、それでもイギリス艦は、 水路の最新部分を見つけることができなかったので、遠く離れた海上に止まっていた。陸上の固定砲台は、その安定性と、より大きな光景のゆえに、艦砲をその威力において、大きくしのいでいた。それに、デンマーク艦隊は戦いながら、補給を行い、一時的な艦長の交代さえ、可能だった。しかし一方では、彼らの艦は雑多な寄せ集めであり、多くは小型で、 もしもネルソン艦隊と渡り合ったら暴力で圧倒されると思われた。戦闘の模様ネルソンは事前の辞を主張したが、パーカーはそれを認めず、要求の提示は一隻のフリゲートによって行われた。デンマーク・ノルウェーは交渉を拒否した。パーカーはネルソンに艦隊の中でも喫水の浅い小型の戦列艦12隻を委ねた。そして自らは残りの艦と共に、 戦場の北東に留まって、外部の干渉からネルソンを守り、北の防御陣地と交戦するために、コッペンハーゲン方面に進出した。ネルソンの計画では、イギリス艦隊はまずデンマークの防御の比較的手薄な、南側から敵戦列に沿って侵入する、というものだった。まず戦闘の艦がデンマーク艦の原則に接近し、その位置に闘病した上で交戦する。 他の船はその外側を通過し、次の艦が次のデンマーク艦と交戦する。以下同様に各艦が戦闘に突入するという計画である。またフリーゲート・デジレーは小型ブリックを伴ってデンマーク戦列を南側から操車し、フリーゲート・アマゾンの流艦長が指揮するフリーゲート船体は北側から攻撃することになっていた。 そしてひとたび艦隊がデンマーク艦隊を制圧したならば、陸上部隊がトロクレナ要塞を襲撃する手はずだった。イギリス艦隊の外側には砲艦が位置し、先月越しにデンマーク部隊を砲撃する予定になっていた。イギリス艦隊がより強力な北側の防衛陣地を制圧できない時は、南側の船を排除して砲艦が市街地に接近し、 市街地を砲撃するという脅しのもとに交渉を強要することになっていた。4月1日のハエに乗って、ネルソンは慎重にサスの間を通る進路を進んだ。しかし水路に入る前にアガメムノンが座礁し、戦いに参加できなくなった。また、ラッセルとベローナもミッテルグルンドに座礁し、ほとんど戦いに寄与できなかった。 三隻の艦の損失により、戦列を急いで再編する必要が生じ、結果として北端部の戦力の低下を招いた。デンマークの砲台は午前10時5分に発砲を開始した。最初の1時間半はイギリス艦隊の前半部がそれと交戦し、全体が交戦に入ったのは11時30分になってからだった。イギリス艦隊は所定の位置に着いた後はほとんど動かなかった。 イギリス艦はデンマーク艦隊及び砲台から比較的離れたおよそ1ケーブルの位置に艦尾から怒りを打った。そして一方の船が発砲をやめるまで原則砲火をかわした。イギリス艦隊は激しい抵抗にさらされた。一つは彼らが低い位置からの浮き砲台に注意していなかったためであり、またデンマーク部隊の勇敢な戦いぶりによるものであった。 北側のデンマーク艦は装備も要因も完備していたが、パーカー船隊がゆっくりとしか近づいて来られない風向きであったにも、かかわらず戦いに加わろうとはしなかった。午後1時になっても戦いはまだ竹縄であった。デンマーク艦、プロバスティネンの強力な砲火は、もしポリフェモスによって支援されたデジレが砲火を浴びせなかったならば、遺失を破壊しているところだった。 モナークもデンマーク間、ホルスチンとスジェランドの双方から砲撃を受け、苦戦していた。パーカーは、砲炎のために、戦闘の状況をよく確認できず、座礁した3隻の信号を見ることができるだけだった。ネルソンが戦いを中止したくても、命令なしでは、それができないと考えたパーカーは、午後1時30分、機関専人艦長にこう言った、私は、 ネルソンが交代することができるように信号を上げようと思う。もし彼が戦闘を続けられる状態ならば、それを無視すれば良いし、そうでないならば、それを理由に退却することができる。その場合、彼が避難されることはないネルソンはその信号の受信応答はしたが、船隊への中継はしないように命じた。彼は、先人艦長ホーリーを振り向いてこう言った。ホーリー、君は知っているな。 私は、片目が見えん。時事盲目になるんだ。そして望遠鏡を見えない方の目に当てるとこう言った。本当に信号が見えんぞ。ネルソンの副将であるトマス・グレーブズ少将は信号を中継したが、他のほとんどの艦からは見えず、船体はネルソンがマスト上に掲げ続けた、光線性をの信号に従っていた。しかし、ネルソン配下の艦長で、一人、竜のみが、ネルソンの機関 エレファントを見ることができず、パーカーの信号に従った。竜は、トロクレナ要塞を攻撃していた自らの部隊を引き上げたが、そのため逆に要塞の激しい放火に身をさらしてしまい、命を落とす結果となった。戦いがイギリスの優勢に転じたのはまさにこの時だった。それは彼らの優れた法術によるものだった。 列の南側の12隻のデンマーク艦の放火は、彼らが受けた損害のために沈まり始め、戦いの中心は北に移った。イギリスの目撃者の記録によると、デンマークの戦列は午後2時までには静かになったということである。フィッシャー戦隊、フィッシャー戦隊防備施設、シュテンビレ戦隊これらの艦は、戦闘には参加しておらず、またリストも完全ではない。 港湾周辺には14隻の戦列艦と、同数の小型艦が温存されていた。イギリス戦列が前傾を斜めに横切っており、背景のコペンハーゲン市街との間に、デンマーク艦隊が描かれている。前傾左側に描かれているのは、イギリスの放火である。パートデッドデンスキーソフォスワールアット、ハットポーコック、P229、ノーフォークレコードオフィスインフォメーションリーフレット20キ That's in the history of great yamas.www.archives.nowhawk.gov.uk.norfolkcountycouncil.recordsoffice.2017 年10月9日閲覧ロジャー、ポーコック。p236 ポーコック。p237。ありがとうございます。